ボス、今どこいます？ボス、さっきカジノのね、ビップとこ行ったよ。わ、どう思う、シャレさん。うわ、今行くべき。いっちゃん、いったん、やばいな。買ってくれ。なるほどな。もうこれは白井さんにかかってる。付き合いが長い。俺は分からん。このタイミングは。終わった後だな。カジノ終わった後。それが今電話して途中で切り上げてもらう。いやでもな、カジノ中に電話するのどうなん、まあ、お腹が減ってる。ライオンがやっと肉にありつけて、それを邪魔するようなもんだ。じゃあ絶対ダメじゃん。絶対ダメじゃん。本当に本当に、いやいや絶対ダメだよ。みんなが無線も出ないし、こんなゴミと違ってやりがいし、そうだ、仕事してるなっていうふうに思わせるためのタイミングが、俺がもしもやってないと、あ、カジノか、こんなやつで私頑張ってるわっていう気持ちなんじゃない。ちょっと一旦これトイレ行ってきたい。 OK、 はい、一旦ステイの方がいいかな。うわ、はい、どうすればいいんだ。ちょっと行ってくる。 OK、どうしよう。なんかアンジョが悩んでる。いや大丈夫、俺一人で抱え込む。いや次のバッテリー大丈夫大丈夫。なんか大丈夫。うん大丈夫、全然大丈夫。本当に気にしないで俺のことは。ドロンド、なんか気になるんだよね、そういう言い方されると。いや大丈夫だよ、ちょっと水槽の中入ってくる。やばやばなんだけど。イソギンチャクってこんな気持ちなんだ。やば、写真撮っとこう。気になりすぎるわ、それ。イソギンチャク、オールインで入ってる。降りません、行きます、皆さん。いや、何してる。あ、ボス、今何してます。イソギンチャクが動いた。OK、OK。 俺、カジノ。楽しいな。負けてる？負けてるかな。一回無線取らないかな。終わった。お。ああ。あ、完璧。どっちだこれ。ラスマイスゼロ。おお。あ、めっちゃいい写真撮れた。どっちだこれ。めっちゃいい写真撮れた。ありがとう。めちゃめちゃいい写真撮れた。待ち受けにしていいよ。ラスマイスゼロか。今日やんないの。カジノね、俺マジで興味ない。なんで？ね、え、安城と白井さん、なんか買っちゃうしね、絶対。え、なんか双子じゃない？申し訳ない。え、なんか双子じゃない？ずっと負けで泣いてたじゃん。かなり申し訳ない。イソギンチャクと似てるね。ずっと泣いてたじゃん。イソギンチャクと似てるね。やれよ、預けてるだけよ。え、じゃあボス負けてんの？あ、すいません、安城さんですか？あ、俺が安城なんだよ、よろしくね。すいません、肋骨裕太って言います。肋骨裕太くん。はい。リカちゃん見ませんでした？いや、この女たらしめ。顔怖っ。失礼だな、純愛だよ。最高だよ。お前番号、番号教えろよ。優しいな。108番です。すぐ金落とすな。すげえ喜んでる。そんなお金なんて受け取れないですよ。なんかおもろいな。待ってるやん、肋骨しっかり。確かに。しっかり待ってる。そこまで言ってもらわないのもやっぱり失礼かなと思うんで。そこまで一回しか言ってない。チェレさん、今トイレ。なんだ、ありがとう。200万ももらっちゃっていいんですか。やば、すごい。やば、最高だよ。肋骨大好きだ。チェレさん、はい、ありがとう。今行けるかも。行ける、タイミング的に。よし、行くか。行こう。待って、分かんないけど行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってる。頑張って。とりあえずトイレのマークつきっぱよ。ダサ。ボス、カジノいます？終わったって言ってたから移動しちゃったかも。でもチオがなんたらかんだらって言ったけど、チオどうなった？チオ先輩で遊んでる可能性はあるかも。ちょっと、ミミさん来れる？なんか心なきって人質に取れる？今取れるはず。するよ、取れる。なんかね、うん、心なきだと条件が1個とかじゃないかな。行きましょうか。いや、なんかさ、めちゃくちゃ取りづらいね。俺、うん、心なきが強いからじゃない、最近。え、あ、心が、あ、リサ戦、うん、俺はちょっとまだ行けないんだ。ごめんね、ロクツカ。そうなんですか。うん、車もくれないもん。触れないどころか降りないもん、うん、あいつら引いてくる。ありがとう、シンジ君。逃げちゃダメだ。じ
やっと臆病なやつ見つけたわ。じくんだ。よかったね。ごめん。違う。息止めた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 。すっごい怖い。部屋の真ん中で逃げちゃダメだって連呼してる人すっごい怖い。刀持ってるやついてくさ。セクハラを殺します。セクハラ、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 やめろやめろ。あぁ、ヘイさん退治したよ。あぁ、これはありがとう。あぁ、セクハラ、なんでよ、白井さん。俺は全員で行ったんだよ。これは大気だ。ありがとう。君は間違ってないよ。これで一つ呪いが放たれました。ありがとう。死後呪力が高まる。特急呪霊になって転生しよう。やだ。特急呪物ちょっと、あ、お願いします。あ、ボス、心がピカピカになる。どうして騒いでた人たちが出てこないんだよ。え、なに？そうなんだよね、もう雲の方を散らすようにどっか行っちゃった。そうなんだよな。聞こえてきた。ボス、今どこいます？あれ？なんで？ちょっと、大事な話が。なんだよ。いや、無線では。ボスのところ行きます。誰の話？新人の件です。じゃあ、アジト来て。アジト、アジトで待ってます。いいね、俺はね、フルグラ。そろそろ恥ずかしいな、この声ではしゃべりつける。そういえば、アンブレラともっと交渉するらしいよ。あ、そうなんすね。でもなんか聞いたらさ、うん、遊び、遊びか、遊びか、1億5千しかかけてない。え、あーね、なんてしょっぱいよね。しょっぱいっすね。15億とかかけてほしいよ、モンスターアンブレラは。シルアンだってさ、ふざけのやつで3億だったのにね。ハウジング、ハウジング、白井さん、ハウジングにいる？ロコザカチカチ。あ、オッケーオッケー。ボス。あ、いたいたいた。なんだよ。ボス、ボスって言った？ちょっと、無線。いさせん、行きます。行く方、後から来てください。やばい。行ってね。はい、ボス、ユキンコの件が話し進みまして、うん、ギャングの話もしっかりして、理解してもらって、で、その上で、入りたいという意思も聞きました。え、私は、ファームももう正直この町で誰よりもする自信あるって言ってたんで、そのファーム力をオールインのために使ってほしいし、打ち合いも確認済みで強かったので戦力にもなると思うし、あと個人も希望してるって今出してるんで、個人と切り替えながら戦うこともできる、うん、この点も踏まえて個人的にはすごく入れたいと思ってます。いや、いいじゃん、入れて。え、あれ、入れて。はい、そう、ダメだったら、はい、いいよ。あ、じゃあ加入で。あ、いいよ。え、あったりしなくていいですか？めんどいよ、なんかさ。めんどい。まあ、あってないで、はい、入ってること結構あったしな。あ、そうなんだ。さ、なんていうかさ、はい、結局ちゃんと調べたと通しても、うんうん、わかんないじゃん。確かに、深くは結局わかんないです。結局全部は分かんないじゃん。分かんないです。で、はい、うちのギャングに入れるのはいいけど、はい、うちのギャングに入れた後を見るしかない。なるほど、うん、分かりました、うん、いちいち確認するのさ、もう1年かかるよ、多分。もうその感じだったら。そうですね、うん、じゃあ入れてからしっかり、俺もしっかり教えます、自分が教えれることは、うん、でもしダメだったら首を。はい、分かりました。もう、ね、だけその時は。ん、何？その時はアンジョも首を。そうなりますか、ボス。まあ、状況によるね。わかりました。そうならないように全力で努めます。頑張ろう。うん。はい。面倒見るのはお前だから。わかりました。うん。頑張れ。もう今呼んだ方がいいですかね。ああ、鍵呼んだら、はい、渡さないとだしな。全員呼んだら、そうですね。そうだね。うん。ちょっと電話します。ちょうど電話かかってきた。あ、本当？もしもし。はいはい、どうした？うん、ボス、ありがとうございます。何が？ん、話聞いてくれて。話聞くのは当たり前やろ。
ありがとうございます。感謝することじゃないよ。はい、感謝しません。しませんはまたちょっと違うな。間違えた。わかりました。うん、言葉って難しいっす。これだから俺が好きなんだぜ。PY の前に来てくれ。あ、俺行ってくるね。そしたら。そうなんよ。下手したらボスの方が説明うまいまである。白井さん、もっと小さすぎ。PY の前に呼んでる？ PY の前に呼んだよ。OK、俺今ついてる PY の前。今日も寝ます。あ、待って、S、あと少しだけ起きれないか。全然起きます、あれです、大丈夫です。じゃあ、あと1時間ぐらい頑張って。これみんなアジトにしよう。このトラックもトラックマークないわ。あー、じゃあ、これね、あれかも、ハウジング入らない方がいいかもな。そっちの服の方がいいか。トラック回収してくるわ、もう一個。オッケー。了解。多分まだ時間かかるから、リサ線からこっち来てるんで。あ、オッケーオッケー。集合今これ集合なんですか？うん、アジトに集合。ですか？そこ今出させんか。向かい物向かってる途中だから大丈夫です。戻れる？なんかアンナルが今から告白するらしいよ。違う。了解。ちょっと待って。見たい。いや違うって。見たいじゃないのよ。とんでもない話になってるぞ。お疲れしてもらって。俺は体験をしてたから、実際 PY にいたから、OK。ごめんなさい、月にだいぶ遅れちゃうかもしれないです。チェラさん、うん、こんなに雨が降りしきってるのに、外で待つのか。ハウジングのところ、言わずとも、中で待つか。でも外で待ってないと分かんないよ、チェラさん。なんだ、これ。今、フルグラ食ってんだ。フルグラ食ってんだ。あ、無線には飛ばされてるってくれ。無線でなんて言った？ハウジングのアジト言っとけばいい？うん、って言ってる。そう、旧ハウジングアジト。了解。うん、なんかさっぱりだったね、案外。あの、ガチャで言うと星5のタイミングだったね。やったー、マジ。よかったー。セーフ。よかった、じゃあ正式に加入。昔とちょっと考えが変わったかもな。あー、うん。ハウジング部屋入ったらなくなるのかな。多分なくなるから一旦カスタム終わってからね。まああれだね、ハウジング部屋じゃなくて下でいいと思うな。下集合。一旦カスタムするわ。うん、一旦カスタムしてからですよ。あれ、これ集合かかってる？かかってる。へえ、これ須戸場前銀行始めちゃってたわ、ごめん。じゃあ中央はいいよ。ごめん。まあ後で共有するわ。いや、中央いらない、大丈夫。いらない、本当にいらない、大丈夫。俺はチヨのこと好きだよ。俺もなんかバナナだけど、うん、髪型変えた方がいい。俺はアンジョのこと嫌いよ。いいって、もうそういうの。あれ決めたいな。ギャングでさ、なんだろう、オールインだけでさ、あれがカーチェイスうまいかとか。あ、やりたい、みんなで。一番うまいととか、打ち合い一番強いとか全部決定戦しましょう。打ち合いはもう調べればでもないじゃん。まあ確かに。打ち合いは俺なしでやった方がいいね。間違いない。車も俺なしのがいいかも。なんでやねん。チヨは始まった瞬間にみんなで銃撃ったら大丈夫や。そしたらチヨビリやね。誰が一番頭いいかのテストもやりたいな。そう、俺っすね。あと誰が一番配信うまいか。疲れい。ねえ、まだ。うん。チレさん、オールインっていいチームだな。ああ。誰が一番 A うまいかも決めよう。アジト来たんすけど、ハウジングの方っすか？そこで待っててもらえると。なんか好きな食べ物の話でもしといて。ん？誕生。ん？何？雨も上がったな。本当だ。まるで。祝福してくれてるみたいだね。え、そうだな。ああ、うん、ほんで全然来ないやん、うん、あいつ死んだんじゃないか、事故って。あ、来たんじゃないか。あ、ほんと？あれ、おお、あれはもしかして。お、来た来た。ウェイ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 。あ、うそやん、うそやん。皆さん
今悲す、あ、かわいそうと思った方はフォローとサブスクライブお願いします。ツイッターのフォローもしていただけると泣かずに済むと思います。今の流れで俺だけ置いていかれるのも危な。伝えておこう。うん、男女ゆきんこ、男女から説明してくれ。ゆきんこ、うん、なんなんだ。ボスがオッケーだそうだ。え、もう君は入った。え、ああ、面談は、いや、ない、いらないらしい。もう入ってみないと分かんないから、うん、入ってダメだったらクビ。俺もクビ。それだけは分かっておいてくれ。そんぐらい君に本気で、本気で俺は、待って待って待って、僕がクビになったらキッちゃんもクビ。あ、クビだ、うん、そんぐらい俺は本気で。そうだ、いやだからそんぐらい本気でオールインするんだよ、オールインに。なるほど、ああ、キッちゃんがそれほどにオールインしてくれたってことなの。そうだよ、初めてだよこんな人を押したの。安城はそれほどまでに銀行のことが、うん、あ、いや、やめて、そんな言い方やめて、違うから。違う、仲間としてね、仲間に入れたいだけね、語弊、うん、生まれるから。ああ、まったく俺には相手もいねえってのによ。いやいやいや、マジでやめて、違うから。なるほど、そうで、今からみんなに挨拶に行こう、うん、話しに行こう。そう、ああ、じゃあ、あれか、まあ、まだか、スーツはまだか、一旦スーツはこれからじゃない。俺も結局その話してからだったね。うんうん、あ、まあボスが決めたことだからな。うん、ということで車、うん、一旦この車直して、がちょっとエンジンがちょっとだけいかれてるんだ。多分途中で事故ったでしょ。事故ってないのだ。事故ってない、気づいたらなってたんだ。横転してた、誰かいるか。あ、あ、上田だ。ん、上田に、待って、まあこの後上田に話しに行こうじゃ、一緒に。あ、いいか、え、うん、いいのか。だって上田に多分話したいんだろ。いい、うん、大体わかるよ、通したいよな。うん、わかるよ、そういうの。俺もだってちゃんと通したもん。俺も手伝う。いや、俺もそういうのちゃんと通したんだよ。ありがとう。うん、わかるから。一人じゃ心細いだろ、白市民の話、白市民だったからさ、俺も。あ、え、ここで誰かいるかな、直してくれるか。まあ、あとなんかさ、作業台使えるらしいよね、俺。任せろ。あ、てか白井さん、あれ、あ、そっか、あ、死んだぞ。あ、待って、ボスいるよ、ボスいる。ね、ごめん、大丈夫か。上田さん、上田さん、ボスだよ。はい、はい、はい、え、あの、ゆきんこです。まあ、そう、一旦そういう気もあるかもしれん。なんで、なんかそういう目ね、あの、なんていうか、なんていうか、そういう二つの衝撃が、二つの衝撃、ああ、メカニックなよね、警察は呼んじゃダメなんだ。あのね、衝撃、初心者マークの CPU さんって人がいるな。あー、CPU、 なるほど、ああ、 CPU さんね、殴ってるなんだ、殴ってるな。こんにちは、初心者、あ、ほんとだ、初心者なんだ。ちょっと PY の中ではあまり、CPU さん、名前、クサ、 CPU、 CPU さん、CPU さん、いらっしゃいませ。はじめまして。いらっしゃいませ。まして、え、ここの人なのか。はい。あ、じゃあこの車直してほしいのだ。はいはいはい、わかりました。お願い。はい。本当に直せんの。はい。全修理でよろしいですか。お、全修理で。おお。はい。おお。優秀な CPU。一発殴って。ごめんなさい。言って。頭にかなりの痛み。なんて思い感じだ。あ、やべえ、視界が。くそ最悪だ。大丈夫か。目殴られた。クソ痛いやつ。目。眼底骨折。これ整備どうすればいい？さっきのフルカスタム外れたやつなんだけど。ね、さ、こっちが請求書送っちゃって、ひどい。情報さんにこっちがもう言っとくんで。ひどい。その分綺麗にしますね。そんなはずないんだけど。ありがとう。じゃあ請求は一旦白井にしとけ。え、嫌だよ。白井が補填してもらって。なんでよ。一旦じゃあ面倒いじゃん。補填してもらう方法知らないって俺は。いや、一旦上田さんにお願いしようよ、それは。確かに。これはちょっと無理だね。なんで、俺を。さっきボスって言ってなかった。あ、あれボスだよ。え、あれ？CPU？ うん、違う。モンディ。お前見えないのだ。あ、名前出してないからね。あの刀背負ってる人がボス。あれがボス？そうだよ。4番の。よくわかんない、あれがボス。
俺らの3番のやつしたいよ、3番めっちゃ強いんだ。知らないと思うけどね。そうなのだ、なんか知らんけどだろ。知ってるわけないもんな、初めましてでしょ。うん、初めましてなんだ。じゃあそうだよね。どういう感じの方なんですか。大丈夫、すごい強い人だよ。自己紹介しますね。はい、なんか緊張してきたな。ここはパシフィック銀行の中にあるパソコンの CPU がハッキングされて生まれました。めちゃくちゃイケメンなのだ。なるほど、うん、はい、なるほど、ありがとう。ボス犬ですか。あ、犬です。どうもどうも。白井マンタって言います。白井マンタ。はい、 CPU さん、はじめまして。はじめまして。安城なるって言います。安城、安城なるで、みんなからは、はい、安なるって呼ばれてます。あ、お願いします。はい、好きに呼んでください。メカニックは PY。 うん、全修理完了。ナイス、すごい。誰の車ですか。安城なるに請求を通してくれ。いや、うん、まあいいや、はい、俺に請求を。全修理で12万です。はい、あ、ボンブラック12万。安城さんですね。はい、うん、ナイス、ありがとう。来ました、電話来た。大丈夫だ。ちっちゃ、あ、なんか冷たい感じに取られがちだけど、なんだかんだ言って優しいから、はい、うん、クールビューティーなんだ。そう、クールビューティー、うん、クールビューティー、クールビューティー、なんてことだ。まあ、ある種今タイミングがなかなか、はい、まあとりあえず、まあ、うん、このまだ時間かかると思うから、うん、これカスタムしていったら戻しに行かなきゃいけないからな。この車やばい、すごいなんだ。あれもう最強よ、これトラックの、ま、あ、部分だけなんだ。な、あれ最強なんだよ。ああ、もしかしてミミさんも卵焼きやった。あげえな。ちょっと待ってよ。すいません、すいません、ちょっと待ってくださいよ。あ、あ、やばい。でもこれ初心者枠あるから知らないんだよね。多分知らないっすね、うん、やばい、頭が痛い。お、戦闘態勢取ってました今。あの新人さん、なかなかやるのだ。 CPU 殴られました。言いつけてる、言いつけてるのだ。かわいいのだ。社長じゃないの。いいね、社長じゃない。これさ、一回 CPU さ、ホイール渡すからさ。これ避けれないの。これさ、ちょっと今回だけなんだけど、一回これホイールに近づいて、うん、今渡したやつ仕様に持ってってみて。なんじゃってるわ。スライディングされた瞬間人形みたいなのマジで。パタン。なんだこれ。タイヤ置けねえなこれ。待ってね。ふう。ボス。どうした。さっき話したユキンコです。なんだこれ。はじめましてなのだ。上野由紀と申し。一瞬鍵もらえますか。ああいいよ。ありがとうございます。ホイールが悪い。腰折られたのだ。鍵っすね。ホイールつけれないんですよね。ゆがみかなんかで。ありがとうございます。なんかいいね。ああ、もう一回お願い。どの良きと申しますなのだ。よろしくお願いしますなのだ。どうだ。どうだ。車が壊れた手で。どうだってなんだ。方言なのだ。方言だ。パキパキこっち来て。どうだ。ホイール代わりにつけれない、これ。方言使うの。ホイール。方言使うの。まあ、標準語にプラスのだがあるだけだから、うんうん、一応難しくはない。ああ、のだ。そう、語尾ってやつだ。気にしないでいいやつ。ですと同じ。あの、キャラ付け。うん、その、そうだ。え、キャラ付け。ね、取れるのだ、そのうち取れる。そのうち多分取れる。ああ、今だけね。え、この間の刺激ってどんぐらい。10日なのだ。どうか。龍。来てるよ。ごめんなさい。おい、ボスだぞ。すいません、なんだ。まあ、一旦、後で話しようか。終わったんだ。パキパキ。いけそう。ないと来ました。来ました。みんな、これ待ってるかな、大丈夫かな。そうだよ。みんな待ってるかもな。僕なんて終わったのか。ちょっと待ってて。タイヤつけれなくて。アジトにね、みんな集合してるんだよ。メンバー。
さっきはなんか、ね、作れたんですけどね、なんかつけれないんですよね。だから今から行くんだけど、アジトめっちゃ近いんだ。後ろの試してみたんですけど、もうね見えてる、ほぼ見えてる、ほぼ見えてる。俺もえ、この近く、めっちゃ近いね。俺も見たことあるんだけどな、めっちゃ近い。カーティング部屋集まります。だからここで働いてたのか。了解、もうちょっと待っててください。お手本見せてくださいよ。すいません。え、僕この格好じゃない方がいいか。いや、いいと思うよ。あー、一番お気に入りにする？こっちにあるよ。一番お気に入り？一番お気に入りは。あー、なるほど。あれ？あれ？ピコンピコン。なんというか、まあその斬新ですね。ちょっと待って、ちょっと待って。素晴らしいですよね。まあまあまあ、なんか CPU というロボットに殴られました。それ良くないな。良くないよ。白い。白い。どうした？さっき殴られた。スケレで、クソ。何が？これやってみて、白い。メガじゃなかったっけ？あ、え、俺メガに出てくんない。おや。おや。メガに来ないの？クソ。着替えた？あの、着替えた？これで行くのだ。オッケー。白井さん、これ先行ってた方がいいかな。ああ、いいよ。オッケー。つけれる？先にしちゃって行って。いや、オッケー。これはね、エンジン今つけてます。行こう。ぐっ。こっちだ。やっべ、俺、足にも痛みが。え、僕の車どうするの？これ。ああ、乗っていいよ。一旦しまおうか。乗ろう。もう修理終わったぞ。宣伝だわ。払った、払った。やっぱダメだ。請求書しましたよ。俺だよ。払ったの俺な。払ったの俺な。つけれない。あとガレージ。それね、タイヤの位置がね、この内側のタイヤだったような気がする。ユキンゴちょっと鍵シビアだよ。めっちゃシビア。あ、いた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 。ちょっと初心者さん。あ、だだだだ。ユキンゴ乗るんだ。上田さん。初心者さんに優しく。シビアは乗るな。お、CPU 行くんですか？ CPU は乗るな。CPU 違うぞ。7箇所の場所から。どこ行くんですか？ CPU。あ、ちょっと一旦家に帰るんだ。うん。なるほど。あげるのだ、待って待って。あ？サスペンションナンバーでしたね。大丈夫か？やばい。CPU の眼底骨折パンチが。うん。痛すぎた。えぐすぎた。ありがとうございます。ご飯大事なのだ。ああ、生きるわ。ご飯大事なのだ。ここだったか。美味しく食べます。いい勉強になったね。初心者に優しくするのだ。ご飯いるんだな。最近みんな乗ってるんだ。なんかあったら連絡してほしいのな。お、でけ。連絡します。携帯あるか？あるよ。あ、からのよ。送ったのだ。からの。送ったのだ。教習所に。そうだ、CPU、俺も連絡先交換しよう。はい。じゃあ俺も。やばい、これ僕絶対こいつもさ、100年前のやつよ。なんか記憶、100年前、パシフィック銀行って言ってたから100年前の記憶ありそうだったな。なるほどね。あ、ちょっと待った。100年前の記憶。さっきニトロを見たら、ちょっと記憶が。ニトロが思い出しそうになってたよ。はい。ああ、なるほど。頭が痛かった。思い出すといいね、CPU。頭があって。あらま。またね。じゃあ、また後で。はい、また会いましょう。はい。気をつけて。まっすぐ。これはまっすぐ、まっすぐ。ここまっすぐだ。右。ああ。まっすぐ。あ、まあ俺が運転してんだ今。あ、そういうことか。間違えちゃった。あ、いいよねもう。いいんじゃない、これで。結構待ってる。待ってくれてるしな。ちょっと。つまんな。よし。え、ここ？ここ。ここの中だ。ハウジングの中にいるよね。そうだね。ピンポン押してほしい。心の目でここ。ここでピンポン、ここ入っていいよ。ここ入って右のとこ。ここって書いてある。ここ入って右のとこ、心の目やって。ここは入っていいのか。うん、ここ。右。ここで心の目。やば。ダメだ、やっぱ安城。入り口みたいになっちゃった最終的に。お待たせしました。ピンポン押してたよ。陰口したのか。パンチやられたんだよ。え、安城ってなんでこんなにいい男なんだろうねっていう話。絶対嘘。本当だよ。絶対嘘。本当だよ。来ていいよ、来ていいよ。あ、今日は転校生が。はい。転校生が。転校生というか。新メンバー。新入生が、はい。新メンバーが。新メンバー入ります。はい。彼女です。どうぞ。おお。初めまして。冬の
ゆきと申しますなのだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ごめんごめん。ふゆのさん、これ全員名前出してあげた方が。あ、もうそういう、ありがとうなんだ。寺さん、ちょっと待って、一回なんか説明もらっていいですか、本当に。あー、まあ、じゃあ、アンジョ、頑張れ。説明能力本当にないからちょっと難しいんだけど、端的に言うと、前から俺がずっと入れたいと思ってた新、その新人の子がユキンコで、で、いろいろ調査していってボスにも許可も得てて、でもしダメだったらもうクビ、俺もクビという条件で入りました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、ボスにも、まあ、みんなに顔合わせとか大丈夫って言ったけど、まあ、そんなやったら10年経つよって言われて、まあ、もう入れちゃおうってなって、ボスが。で、入れて、ダメだったらクビ。なるほど。ダメっていうのはどういう基準？まあ、ボス判断だよね。うん。冬野さん、普通に戦闘員って感じですか？冬野さんは、あ、じゃあ。ファームの鬼。そして、打ち合いも、強いと思う。初めて打ち合いしたんだけど、サバゲーで、割と強かったし、今後も強くなると思うし、あと個人を希望してるんだよね。あ、そうなんだ。そうなんだ。そう、だから、その切り替えながら戦うことも、受かったら、個人受かったらできる。おー、いいね、それ。そう、マジで強いと思う。理想的だな。理想。うん。おー、飯食うな。ごめんなさい。おお、今小腹すくな。ごめんなさい。何小腹すいてんだよ。ゆきんこも。いいな、強くて戦える個人。え、それすげえな。一人一人ちょっと自己紹介してあげてほしい、ゆきんこに。じゃあアンダーボスからがいいんじゃないですか。うん。今日すれば名前出してあげてください。あ、そうか。うん、そのままじゃバナナだからな。終わってる。一応先輩だな。ごめん。よし、どうも。このギャングでアンダーボスやってまーす。どうだよって言います。大丈夫、生きてる。あー、やばい。お願いします、お願いします。日常3時だ。大丈夫。だから何か。そう思うと俺めっちゃ優しいな。手前で何かあったんだよ。ほんとに切れてる。あー、そうだ。さっきの発言だ。え？ん？なんだ？なんだ？喋っても良さそうかね。あー、もちろんだ。大丈夫。はい、オールインのアンダーボスやってます、月見ゆいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンダー入社順じゃあミミさんから。うん、あ、私一番下っ端の役のミミです。よろしくお願いします。嘘なんですよ。嘘言わないでください。めっちゃ嘘やん。よろしくお願いします。なんだ、次俺か。うん、はい、この町に大悪党ならないために来た。めっちゃ噛んだな。もう一回いいですか。どっち信じ。この町に大悪党になるために来たエスター・ウィゼット・ダークネス。主に、あ、もう最悪。いやぐちゃぐちゃだよ、もう。ちょっとアジトにウーバー頼まないでよ。なってるぞ。お、最悪、また頭痛くなっちゃった。まあまあ。今のうちにエルワン先輩先に、ね、どうもエルワンと申します。お願いします。お願いします。そういうタイプじゃないやろ。お願いします。そんな感じ。ちょっと生きるなよ、お前。ね、ちょっと生きてるよ。挨拶できないみたい、今日。挨拶もできない。先輩のくせに。どこ行くの、あいつ。え、すかしてるけど、それが一番印象悪くなるぞ。そうだぞ。大丈夫だよ。そうだ。ちょっとごめんなさい、今クローゼット見てます。すかしてる。クローゼット見てる。あ、なるほどね。普段こういう姿で、9038でメカニックやってます。ありがとう。あ、主になんか、荷物回収とか、金品回収したりとかする担当が多いっす。お願いします。お願いします、なんだ。みんなからはしっかりしてる、うん、そしたら私かな、テルアン先輩いいか。うん、シーカマホです。主にヘリ担当やってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだ、ただテンさんじゃない。あ、オールインのお抱え個人やってます。猫天使または迷子になりエルです。よろしくお願いします。お願いします。なんだ、一度ね会ったことあるのだ。ペールノエルでね、うん、ペールノエルでね体験してた。はいはいはい。
今戻りました。おかえり。続きだ。あ、もう大悪党はいない。大丈夫大丈夫、終わった。じゃあいいです、もう僕はなんか。まあ他にもメンバーはいるんですけど、うん、まあ、今日起きてる人はこんな感じで、うんうん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。個人になりたいんよね。いや、なんかさ、わしの印象がね、うん、ユキは金が欲しいって言ってたから、あ、一番ギャングになるんじゃないかなってずっと思っとったんだけど。うん、うん、あ、まあ戦闘もできるって言ってたし、両方って感じかな、うん、初心者案内で、ね、待たせ、帰んなさい、帰んなさい、帰んなさい、自己紹介終わりました。自己紹介終わりました。おう、そしたらユニオンのやり方を教えてあげた方がいいんじゃないですか。名前を、その自己紹介を、うん、うん、久しくボスの名前を見てない、出してよ。ボンディだろ。エリー48とかじゃない、初対面。ボスの名前は何なの。モンディだって、基本的にモンディになっている。そう、 MOND でモンディ。おぉ、いいですね。うん、このギャングのオールインのボスやってます。よろしくお願いします。うん、で、まあ、うん、先にアンナルにいたけど、うん、あ、入るのはいいけどさ、うん、あ、分かんないよ、入っただけで終わりじゃないから、クビになる可能性あるよ、全然。うん、それだけ。分かったんだ、分かりましたのだ。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろうな、うん、頑張ります。分かんないことは全部先輩に聞いていいし、うん、うん、なんか、なんだろう、やりたいこととかやってみたいこととかもどんどん先輩に聞いてみていいと思う。ありました。個人って興味あるんだっけ。個人も申し込んだんだ。うん、ああ、個人をサブにした方がいいな。そうだね、個人サブでメインは戦闘って感じで、うん、とりあえず個人の面接が終わったら、うん、その必要な機材とかもろもろ説明するから、そのタイミングでまた教えてくれるか。分かったんだ。うん、鍵渡すわ、こっち来て。そうだね、よし、服も作りに行かなきゃだね。この家の鍵も渡せる。この女性で行った方がいいか。これで鍵は入ったはず。オッケー、で、外出て、みんなで行か。ウキー、来た、これやばい、この見た目。エグいか。うん、さんそれもあんまりや、これエグい。かわいい女が描いた。あれ、いっちゃんキモい。かわいい女が、かわいい女が。ああ、まあまあまあ、恐竜はかわいいよな。そう、わしにも怖がる、わしに怖がる。山の山の神やな。うちのギャング、うちのギャングじゃないと見えない。そう、だから俺たちが例えば名前隠して変装してても同じギャングのメンバーだっていうのが分かる。すげえ、ユニオンついてる。そう。おお。いや、よろしく。よろしく。よろしくお願いしますなんだ。うん、頑張ります。服やな。服っすね。そうだね。服みんなで作ってくるわ。うん。行くか。あ、まあ、みんなで行くとごちゃつくから、まあ、いいんじゃないか、俺たちで。行こう。このスーツみたいな。スーツが普段着で、そう、戦闘服、戦闘服、女子一人いた方が分かるよね。ああ、確かに女の人の方がいいかもね。女の人、暇な人いる？制服を仕上げておけてほしい。なんで？制服を仕上げ、ちょっと噛んだ。直樹、女子行こう。トラック、種類して誰か。そしたら、まあ、相手の顔合わせも兼ねて、俺たち、まあ、俺たちも5つ、女子も。うん。無線は教えた、無線。うん。あ、無線だ。あ、そうだ、無線。無線もね、トラックが沈んでる。車出したよ。無線余ってる人いるかな。沈んでる、持ってる。キさん、後で大型ツアー行きましょう。なんか緊張してる。いいよ、敬語じゃなくて。ゆきちゃん、一緒に服屋さんに行こう。あ、行くのな。行
きます。キリコじゃなくていいよ。大型、レッチゴー。うん、あのね、大型っていう、まあミッションだね、あの一番楽しいやつ。そう、それがまあギャングの稼ぎ。そう、バカスカ戦って、うん、ドカッとお金が入る。ギャングじゃないとできないこと。分かったんだ。それが楽しい。お金が欲しいならやっぱそっちがメインの方がいいな。そうだね。うん、うまくいけば1日で1億とかも稼げるかもしれないよね。うん、また女子メンバーで服作りに行ってきます。はい、で、じゃあ、はい、はい、俺らも行った方がいいね。はい、こっちこっち。そうだな、行こう。これ誤算した方がいいかも。え、待って、男子たち覗きに来ようとしてる。大丈夫、女子たちで。本当に緊張しちゃうから。そうだよ、マジでどっか行った方がいいよ。知らない人ばっかじゃん。あ、あ、大丈夫。ラチだ。あー、ラチだ。あー、ラチだ。無線教えてあげてね。あ、そうだね、無線も買ってあげて。いってらっしゃい。本当優しくしてあげて。優しくしてね。マジでさ、女の子ってだるいな。女の子クソだるいよ、なんか。そうだな。ボスな。